はい、4月の何日だ、はい、今日は4月24日月曜日の朝の見回りです。はい、満身創痍です。お兄さん、私は大丈夫ですけど今日は貯蓄があったんですよね。そうですね、うん、お疲れ様でした。お疲れ様でした、ありがとう。私だけね、通常出勤なんです、8時の。お兄さんたちは3時、3時だ、3時半ぐらい。今日あの部長と勝ち合ったわ。部長？ああ、はいはい、まだ慣れないな。そう、あそこの、あのさ、車入るとこさ、狭すぎるから。ああ。部長の車でかいからさ。ね、車が大きい。社員旅行以外か。だね。うん。そうだね。ほら、僕は毎月毎月確実に会うからさ、うんうん、あれだけど。私はレアキャラになってしまう。はい、昨日遊んだバスケットボールが風が入ってます。冷たいです。風が冷たい、体にくる。土曜日結構お客さん来た？めっちゃ来ましたよ。あ、通りでひっきりなしに小松坂通りで売り切れてると思う。すごいね、出されてる。卵がある。ありがてえ、ありがたいです。はい、早速卵1個目。これはキャン。キャンっぽい。あの、はい、昨日鈴葉であろう卵をゲットしたよ。おあのカムカムレモンみたいな。ありがとうございます。カムカムレモン、確かに。うん。え、あのさ、カムカムレモンはさ、もう入れないよね。入れないです。だよね。スズハは多分交配しないから。だよね。昨日外した、外しておいてよかった。うん。よし。ありがとうございます。どうですか？ファンレターをいただいた感想は。いや、もう嬉しくて。私、その日お休みだったんですけど、にやけてたよね。LINE を、LINE 読みながら。いや、惜しいよな。あー、お返事が勝てない。そう。うん。そして、俺らより絵心があると。ね、上手でしたね。あのモフ君の。そうよね。モフ君とあとリボンつけてる女の子っぽい。サムネイル見たのかな。ね、なんか見てくれた。動画を見てくれてるんだもん。あ、そう、毎回欠かさず見てるって。ああ。よいしょ。おはよう。いや、昨日ダチョウの助と蹴り合いの喧嘩をしてたね。あら、ダチョウの助に蹴られて負けてたね。ダチョウの助蹴り返したの。そう、珍しい。14か。俺がフレアエリアの中で卵を取ってる時にやめてよ。負けたのか。まあ、ダチョウの助の方がね、年上だし、経験が。でもデカさはこっちの方がデカいと思うか。いやでもやっぱりダチョウは経験だと思うよ。星の方。そうそう。だっていろいろ見ててそう思う。よいしょ。あ、卵は。2個目。2個目ですね。よいしょ。朝は多めだね。昨日の朝は2個、帰りに5個。うんうん、おはようございます。おはようございます。卵取っといてくれてありがとうございます。ああ、いただきます。いつもいつもすいません、ありがとうございます。いただきます。いいよ。はい、はい、
最後じゃないね、4番も見に行かなくちゃ。最近むしゃみで撮るのめんどくさくなって、俺も、ぬるっと行くことがあるよ。あーわー、十分に気をつけて、社長が本当に近くにいないことを確かめてから行きましょう。あのさ、うん、ぐんぐんくんいるじゃん。ぐんぐんくんって勝手に俺が呼んでるけどさ、あそこ53番か。あいつね、蹴るよ。あら、じゃあ好意じゃなくて敵意だったんだ。なんだろうね、ガチョウがグイグイ来る理由が、なんかそう、攻撃したいなのか、あのただ近づきたいなのか、あのなんだろう、手伸ばしてパクパクしてくれるのはあったんだけど、うん、俺があの首触ったら足が来た、うん、あ、触るんじゃねえっていう。ちょっといきなりで霧に触れた感じか。最近56番もね、来るしね、うん、まあ、全体的にみんなそういう時期なんだもんね。そう、繁殖期だから、普通それが普通だと思う。すごい。あれは誰に踊ってるんだろう。え、メスでしょ多分。ちゃんとそうなのかな。メスに向けて踊ってるよ。うわー、あ、大丈夫大丈夫。 LINE にさ、うん、風が強いです、帽子飛びました。昨日あの一人でやってる時はさ、うんうん、メス後ろにいるのにさ、俺に踊ってるわけ。そうそう、これももちろんある。あ、あ、ガン虫。いつもの光景だった。いや、大変だね、様子は。踊り続けると、なんで俺は踊ってんだろうって。いや、あれもう踊ってる時見えないからさ、周りを。そうなの？気づいたらメスはいないみたいな。あ、待ってよ。気づいたら別のメスになってたですね。それもあり得る。いや、ダチョウの恋の季節ですね。ね、これは。いやいや、あ、なに、あ、これは、もう求愛成功。これってさ、ボーボー言ってないときは未遂なの？そうだね。いや、なんかサイレントもあるっぽい。へぇ。あ、始まる。毎回あれ、メスが痛そうだよね。最後ね。足でこうカボン。重いんだからちゃんと配慮してあげないと。ぐちゃっ。ねえ、メスここちっちゃいんだよ。そう、体格差がちょっとかわいそう。両方小さいよね。そうそうそう、あの子はめっちゃ、どうやってちょっと羽の色が濃い方。あ、尾羽だ、尾羽が近い方かな。まあ、とりあえずね、動画撮ってるしね、うんうん、焼けやつくさ。はい、おはよう。さあ、行って、メスの楽園に行こう、うんうん、あ、そうそうそう、ここの、うん、キナ、はい、危ねえやつがいます。うん、もうずっとそうだよね。蹴りをしたよ。あ、そっちの危ないか。そう、凶暴な方のに。ほら、蹴ってみろよ。挑発しないの。あ、でもなんか蹴気盛んな顔してる。はい、おかしいな。まあいいだろう。あ、足を伸ばしてた今。ショーン君はかろうじて覚えてそうだと思うよ。うん、この子たちはみんな優しい。
この間というか、あのひなのさ、うん、解除一人で撮ってもらったやつさ、はいはい、よく撮れたよね。だいぶ映像を見られてたけど、うまくやってくれた。全体的にさ、日曜日はさ、餌が残りまくってるからさ、うん、手作業が軽トラから戻すの方が多い。あ、うん、卵はなさそう。ないね。太陽スプラ、あ、まんまで太ってんな。あ、ほら、座ったやついるぞ。いつもみたいに乗るんだ。うん、身はオスだね。完全にオスだね。オスの顔してるよね。うん、ちょっと下バネも黒くなってる。今日さ、うん、やっててさ、あの、なんで外れんだろうって顔のあれが、あ、みんな外れんかなと思って、うんうん、やるたびにさ、みんな全体的に顔がさ、小さくなってきてる気がするんだよね。そうなの。あ、そう、毎度やるでしょ。あ、やめた。そっか、頭が小さく、首が細くなってるとか、頭がちっちゃいのか。頭が小さいからスルッと見せられる。じゃあ、ショーンが顔がでかいわけじゃなくて、みんなが小さくなっているそういうことなのか。なんか、でもそんな気もする。あのメス、まんまで太ったよね。そう、すごい、太りすぎじゃん。数いっぱい。全体的にここの子たち、あの、いい体をしてるんだけど、丸々とした。丸いな。あんまり太りすぎると卵も生まれなくなってしまう。そうなんだ。うん、痩せすぎももちろん良くないけど、なんかその仕組み的にちょっと飢餓状態にある方が卵を産むんだって。へえ。あの、子孫を残さなくちゃっていう、そのゴキブリじゃん。遺伝子わかんない。ゴキブリと同じ。あ、ゴキブリもそうなんだ。ゴキブリは、うん、あの、潰された時に、あ、死ぬ時に卵を。そこまでいかないにしても、みんな生物はそうなのかもしれない。ちょっとぐらい餌が足りない方が。なるほどね。だから最近のさ、ゴキブリの倒し方はさ、なんかコーラスジェットとかあるじゃん。うん、あ、卵を撒き散らさないように。そう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 。なるほど。風が強いな今日は。はい、音声にもきっと影響している気がするよ。風が強いね。寒いね。卵の見回りはおしまい。はい。よいしょ。はい、ということで、卵の見回り4月の24日でした。皆さん、さよなら。さよなら。